夢ラジオ第1977回、今日は令和2年2月21日金曜日、時刻は午後2時を回りました。もう春と言ってもいい横浜港北、気温はぐんぐん上昇し、大きな窓からは天高いお日様、光を降り注いでいますよ。街全体は白っぽくぼんやり見えますね。輪郭が霞むというか。空は晴れていますが、春らしくもやかかり、港のランドマークタワー東の方ですね。ぼんやりとしか見えません。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。夢ラジオ1977回目、今回は「人は言語なしに思考できるか」、こんなタイトルでお話ししましょう。人は言語なしに思考できるか。私たちがものを考えるとき、黙っていても必ず言語というのが、その私たちと思考との間に、あれ、私たちとイメージの間にピタッと入り込んできませんか？つまり、私たちが何かを考えているとき、必ず言語のフィルターがスッと入る。で、今回のテーマ、人は言語なしに思考できるのか。以前この夢ラジオで、人の思考は言語によって規定される、こんなことをお話しました。人の思考は言語によって規定される、サピア・ウォーフの仮説。学生の頃、この仮説を見て、あ、なるほどと。思考は言語によって規定されるんだなと。そうすると、その思考は、その言語なしにはありえない。今回のタイトルについても、無理だなと。言語なしに思考はできない。私は二十歳ぐらいの頃そう思っていましたね。一般的にはそれで事足りると思います。人は言語なしには思考できない。何かものを考えているときは必ず言語で考えている。言語なしに何か考えてみろやって言われたら、うっと止まっちゃう。ところが、このサピア・ウォーフの仮説ですね。言語によって思考は規定される。言語こそが枠組みである。ということは、私たちは言語の牢獄につながれている。こうも言えないでしょうか。ものを考えるとき、必ず言語で考えてるんだったら、その言語の枠外のことは考えられない。言語の枠内でしか考えられない。それは牢獄と比喩されるものでもあるんじゃないのか。そして、なんとなく考えていると、その私たちの人生、私たちの経験って、そのやっぱり言語以外の部分ってあるなと。言語で表現してない部分もいっぱいあるなとも思うようになっています。そして、その言語以外の部分、これは
人に伝達できないし、そしてしっかりと思考もできないので、なんとなく奥歯に噛みしめてね、そのままになるものみたいな。けれどおそらくこの言語を使った伝達内容は、どれほど哲学や宗教で頑張っても、もう政治経済は論外です。サイエンスはもう話になりません。ああいうものは乗っけるとしてね、本当に価値ある言語っていうのは、まあ哲学か宗教でしょう。残りの植物的なものは価値を持ちません、本質的には。で、その哲学や宗教にしたところでですね、言語やというか言語を枠組みとして考えている限り、まあその伝達内容は知れてるんじゃないのか。たとえ聖書といえども、たとえ仏典といえども、たとえコーランといえども、そうでなく本当に人生にピタンと焦点合わせて純粋に経験したいのなら、あるいは本当の輝きを見たいんだったら、言語なしで思考するべきだ。そして言語なしの伝達もするべきだ。なんとなくそう思っていますね。言語なしの思考、言語なしの伝達、これこそが純粋なのだと。なぜならば、経験、世界と私たちとの間の相互作用、まあ、これを経験と呼ぶ場合、そこに必ず言語というフィルター入るのなら、その言語によって枠がはめられ、さっきの仮説ですよ。そしてもう純粋ではなくなってる。もっとダイレクトに世界と触れ合いたい。もっとダイレクトに光見たい。もっとダイレクトに音を聞きたい。こういう時、むしろ言語は邪魔なのではないか。では、その言語なしでの思考とはどういうふうなものなのか、言語なしでの伝達というのもどういうものなのか、これはいつも考えてるんですけどね、なかなか答えが出ない。ですから今回もすごいタイトルをつけてはみたものの、しっかりした答えが出せない、失礼しました、限界なんですよ、それが私の。ただしですね、例えば修行者と呼ばれる人いますね。ああいう修行者なんかの経験というのは、その言語なしの思考に一定程度迫ってるんじゃないかなと私は予感しているんですよ。そしてテレパシーっぽいもの、しかも修行者同士の、これ凡人じゃ無理でしょうね。この属性にまみれて、ね、属性にまみれて、日常的にこういう言語喋って、ね、カレーがうまいとか、ね、ジャイアンツが勝ったとか、そんなこと言ってる限り無理だろうけど、そういう属性離れた、そういうもの同士の、まあ修行者が一番わかりやすいですね。そういうもの同士では、この言語なしの伝達というものもすっといけるんじゃないのかなと予感はあります。ただあくまでも予感です。そしてこれこそ実はかつて現象学の祖フッサールが夢見た純粋経験、あるいは純粋認識なんじゃないのか。ですから今私はフッサール先生にですね、まあ、もし何か質問することがあったら、その先生のおっしゃってる純粋経験、純粋認識というのは、もう西洋の枠組みではおよそ無理で、おそらくは東洋の修行、ああいうなんていうか作業を通じないとできないものなんじゃないでしょうかと、こう私は言いたい、フッサール先生にね。
つまり、まあ、修行には一定の苦行も伴うでしょう。で、そういう苦行と、そしてこの世との離脱、そして肉体を滅することによる精神性の錬磨、その行き着く先にですね、純粋さがあるんじゃないのか。そしてその純粋さは光と音でできていて、言語関係なく、だけどそこでは思考があるんじゃないのか。そしてそれをおそらく美と呼ぶんじゃないのかな。多少オカルトめいた話になってしまいました。けれど、人は言語なしで思考できるか。もし、ね、かつての私は思考できません。ね、言語学や勉強してた時には、で終わりだったんだけど、もしできれば、その手段は何であれ。もしできれば、その時こそ、光と音による強烈な美、もうこの世で私たちが芸術とかって呼ぶような、あのようなものとは違う美、これが達成されるような予感がしています。リスナーの皆さん、どうお考えでしょうか。夢ラジオ第1977回、今回は「人は言語なしで思考できるのか」、こんなタイトルでお話ししました。金曜の昼下がりです。